どうも、マサズアウトドアチャンネルにようこそ。マサニーとマネドゲームチャンネルです。こんにちは。はい、よろしくお願いいたします。さあ始まりました。はい、さあ放課後の物質、はい、ということで、おしゃべりカーボーイマサニーと、バニラアイス川根でお送りしております。バニラアイス初めて言われたんですけど俺肌が白い。あー、なるほど。バニラっぽい。バニラっぽい。まあ俺もバニラ、うん、じゃあバニラ、だけどまあ一応おしゃべりカーボーイなんで、ちょっとバニラは高にあげる。悪空間削りたい。あ、そっち？あ、そっちじゃない、もうそっちじゃない。いや、そっちも、そっちもあるんですよ。そっちもある。悪空間も削るし、白いし。白いし。なるほど。なるほど、ね、わかりました。やっぱり、イギとポルナレフは強かった。強かったっすね。まあ、僕やっぱ、アブドゥルのあの死に方がね、ゴンドンドンマジかよ。ここでしかも一瞬ホルホースですら死なんだのにチューンってなっとっただけなのにあれは衝撃的、衝撃的展開だよね。やっぱそこはあれはちょっとイエスアイアムじゃねえわと思って本当にかわいそう。あのホルス戦から結構畳みかけてこう、うん、3部はもうすごいじゃない。あ、すごいですね。あ、でやっぱバニラアイスが来てバニラアイスはすごいですねやっぱ3部のスタンドは誰ですか ?3 部、うん、あ、ペットショップ割と好きですね。やっぱ、あのペットね、そう、あいついいよね。ペットショップいいよね。ペットショップとイギーの戦闘がめっちゃいい。めちゃくちゃいい。なんか動物同士なんですけど、うん、人間にはないこのなんか凄みって感じなんですか。あー、わかる。あの描写からペットショップの殺気がやばい。やばい目がやばいね。実際さっきもそうだし、レイクもヒュッそう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 、あいつはやばいね。あれやばいっすね、うん、やっぱイギーはね、出た当時から顔が変わりすぎ、変わりすぎましたねなんかあ、いや、パグですもんね、あれ。そう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 、検証はパグですもん、ね、そう。最初なんかよだれだらだらし、なんかもう汚ねぶっさいのぬいぐるみたいな、最終的にはもうなんか可愛いしかっこいいし、なんか俺がやんなきゃみたいな俺がやるぜちょっともう一回もらっていい？お願いするなんてシンプルになんてごめんなさい、滑舌悪いです私ごめんなさい。どうやります？これどうやります？ザザザジジジジジ。ザとジしか聞こえない。これ取れた方がいいじゃないですか。大丈夫？行きます。大丈夫です。はい、大丈夫です。ちなみにジョジョでどの戦闘が、うん、あ、これ名場面だなとかってあります？名場面？名場面は名バウト。名バウト。でも一番好きなシーンは。イエローテンバランス、イエローテンバランス、イエローテンバランス、何でしたっけ。3部 あのオラオラが多分一番長い、ええ、続くやつ。おお、多分イエローラバーズかな、イエローテンバランスだったかな、どっちかだな。3部はその辺かな。なるほど。なんかある？え、それは3部限定？あ、じゃあ3部じゃなくてもいいよ。やっぱり4部の、うん、平吉影と、あ、ジョウスケ、あ、最高。これてめえ今何つったこれこれ何これっていう人 の話聞いてこれします。いや絶対しない、絶対しないです、絶対しない。てめえ何つったっていう、これはマジでわーってなったでも4部は全部名作だけど、4部もいいなぁ。いい、やっぱり好きっすね。あそこ、あそ、4部のその平吉影と丈之助がのバウト終わってからの流れが好きなんですよ。ああ、なるほどね。はいはいはい、はい、あそこからなんかあの工作カジリ工作な、なんていくのかと。はい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 、あそこから、うん、やなんか新生ジョジョって感じじゃないですか、映画。あ、確かに。おしゃ、急におしゃれ、そうそうそう、急におしゃれ、急におしゃれになるからね、あそこから、うん、あの辺からあの川尻耕作になって、うん、で川尻耕作がになった平吉影が、うん、あの爪切り落として、はい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 、あの
彼女あの彼氏イヤリングするシーン、はいはい、あそこも好きなんですよ。怖な、怖な、あのモブ結構かっこよくないですか、あの三あのあ、まあね、伊達メガネみたいにして、はいはいはい、坊主でチクチク頭で、なんかあのボーダーのシャツを、はいはい、あのピッなんなんつうの、ピッチ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 で着てるやつ、あれおしゃれだなと思って、確かにな。4部からやっぱその辺が急におしゃれ、おしゃれ度増すからね。増しましたね。アニメまで見てないの？アニメまで見てないです。ネットフリックスは一応その見出した。見まし、見出した。見出したんですけど、うん、ジャイアントロボ行っちゃいました。ジャイアントロボ？あ、知らないですか？わかんない。あらアニメ？アニメで。日本のアニメーション。1998年のアニメーションです。へぇー。これすげえっすよ。面白いんだ。面白い。あの、もともとほら、実写でジャイアントロボってなんかこんな人形着てこんなジャイアントロボってやってるやつがあったけど、それのオマージュで、うん、アニメなんだ。アニメ、いやすごいアニメですよ。え、それは映画、短編映画、いや短編です。あ、そうなの。短編っていうか普通のアニメ、何話かあって、6話まであるんですけど。で最近アキラも見た。アキラも見ましたよ。アキラもアニメ、あ、原作が漫画だよね。漫画です。漫画結構、やっぱ映画はかなり見やすくなってるね、コンパクトで話も分かりやすくなってるよね、あの漫画になるともうちょっと複雑。ああ、僕漫画読んだことないんですよ。もうちょっとな、やっぱ長くて、もうちょっと長、あの複雑で、こう要所要所出てきたなんか占いばあさんみたいな、結構いい役で出てくるみたいな。あ、そうなんですか。そう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 、アニメも、まあアニメ映画もめちゃくちゃ面白いけどね、うん、割とキュッてなってて好きなんですけど、キュッてな、まあめちゃくちゃ走りシャーって降りて落ちてくるじゃないですか。あ、そうそう、あいつがその結構いい役とか、そう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 なんや。うん、あの漫画も面白いよ。まあ映画の方が見やすいけどね。映画いいね、やっぱね。映画いいっすね。あれ1988年公開かな、9か8やった、どっちかやったよ、ね、だから俺とタメぐらいだよね確か。いや、なんだ、え、違う、1個上ぐらいじゃなかった。でも、だ、同世代だよね。同世代ですね。うん、87だったかな、そしたら。東京オリンピックがなくなるみたいな話がありつつ、で、やっぱカナダのバイク、カネダのバイクね。はい、俺らからやっぱ、バイク好きからするとね、やっぱ、カネダのバイクってやっぱしびれますよ、ね。しびれるし、まあ、憧れはちょっとやっぱあるね。あと鉄尾のバイクの方がかっこいいなとか。かっこいいか、あー、なるほど。うん、僕、あの、最初のあの、ラッセラーの音楽、はい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 、ラッセラー、ラッセラー、ラッセラーって始まるじゃないですか。オープニング、はい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 、ラッセラーから始まって、鉄尾、うんうん、て金田とか鉄尾がブーンって暴走族と決闘してる、はいはいはい、他の族と戦ってる、あの辺がすっげーかっけーな。いや、かっこいい、かっこいい、あの辺かっこいいよね。あそこでキューンってやるじゃないですか。あのドリフトしてキューンっていく、はいはいはい、あのシーンめっちゃかっけーな。いや、かっこいい。やっぱ最初のバイクバトルのシーンが俺の一番好きかも。あの辺オープニングから結構グッとこう、掴まれますね、心を掴まれるというか、あの辺やっぱ面白いね、で、今見ても古さそんなないよな。ないっすね。うん、作画はさすがに荒いけど、そのストーリーとかやってることは全然古さを感じさせないというか、まあ30年以上前のアニメーションだけど、面白いよね。あれでも大友さんの怒りって感じしません？大友さんの怒りを教えて。あの、僕鉄夫が大友さんなんかなって思いながら、やっぱどっかあるかなって、 あのこうぶっ壊してやりてえっていう、このアニメ業界もなんか構築された、その資本主義を打倒せよとかって、あの描写とかも、あ、大友さん確か、あれ、あの東大、あの、ロ、うん、あの、マルキストとかなんかじゃなかった？あー、なんかあったの、そういや。はい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 。なんかあのシーンとか、うん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 、あれ、多分、大友さんの怒りの作品だなって、なるほど、はい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 、はい、思っちゃいましたね。あー、俺も鉄道になりてえと思いました、ね。いや、3つけろみたいな。ブワーもう、すべて壊したい。もう東京を破壊するっていう、もうどころではないぐらいの怒りをこうブワーンってやってみてえなっていう。でもみんなどっかあるんじゃないですか、そういう怒りって。あ、まあうちに溜め込んでる、溜め込んでるエネルギー、まあ、それはでもあるはあるんじゃない。ああいうのっていいなと思って、その我慢せず、そうそう、発散する、発散するみたいな、そうだし、そういう憧れがあるっつうこと、うん、あ、どっかに革命し、革
命家の思想なんですかね。お前は全く革命を起こしそうじゃないじゃん。確かに。他は何か見た？ネットフリックス。まあネットフリックスじゃなくてもいいけど、なんか作品、映像作品の体験。あ、あれ見ましたよ。ブラピ出てるやつ。ジョーブラピよろしく。それは最高だね。最高だね。あれは結構、でもあれ長いよね。3時間ぐらいあるよね、確かね。あ、3時間ありましたね。3時間あるんでね。僕まだ2時間ぐらいで止まってますわ。1時間見て、また翌日1時間見て。だから最初の冒頭の、あのナンパのシーン、ええ、カフェでナンパするシーン、あっこがね、俺は映画史に残るおしゃれナンパシーンだと俺は思ってる。そうだね、あれ妹に、妹で、で、ハニー、ハニー、うん、海のことハニーって言うんだよね。で、ハニー、ハニー、あーなんかそのこと落ち込むなよ、ハニーみたいな、うん。で、バイバイ、まあ愛してるよみたいな、うん、この言って切って、カウンターでコーヒーを飲みながら、こう、で、ヒロイン、ヒロインね、うん、あヒロインがいて、あ大きな声でごめんね、うん、彼女と話したの、いやいや、彼女じゃないよ、妹だよ。おしゃれだ。であれでも手元にあったオレンジあっていうあれもいいですよ。これ二度見か。あれもいいですよね。でコーヒーミルクは、あいいな、あいいな、もう一杯どうみたいな、あいいな、あで医者を君に見てもらいたいな、うん、でこう別れて何が一番いいかっていうと、別れ際に何回も振り返るじゃん、お互い。でもこう目は合わない、目は合わず、目は合わず、うん、通りにこう、あの偶然合わない、合わない、偶然合わない、運命的に合わない感じ。でももう 何度も振り返る、あの感じ、もうたまんない。たまんないですね。あれは良かった、ね。ラブロマンスそこまで好きな方じゃないけど、あの作品はめちゃくちゃ好き、めちゃくちゃ好きだね。あれは良かったですね。まあまあ2時間しかまだ見てない。あーそっか、まだ見切ってないね。まだ見切ってないです。 あと今ようやくパパの誕生パーティーまでやってる、はいはい、あなるほどね。やっといったら、はいはい、そっからちょっとまあ何もやってない。あはいはいはい、まあブランピも渋いね。渋いですね。あの演技がまた渋いからね。スナッチの時のブラッピーめっちゃかっこいいです。めっちゃかっこいい。スナッチのブラッピーがブラッピー今ブラピに行った感じしません？なるほどね。なんかわかります。あのなんか荒削りな、荒削りタフな男感が出たのって、はい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 、スナッチぐらいからかな、はいはいはい、スナッチファイトクラブファイトクラブ、あの辺ぐらいじゃないですか。あの辺だね。スナッチめっちゃ面白いね。面白い。スナッチは、まあ、ブラピも出てるし、あとジェイソン・ステイサムも出てるんだけどね。あのジェイソン・ステイサムが一切アクションをしないっていう、そうそんな使い方ある今じゃ考えられないなっていう、ね、あの使い方でもなんかそれでいいんだよね、うん、あの作品って。あれえあれってヒッピーかなんかの人、そうブラピーの演じてるミッキーっていう役はそういうなんかあのトレーラーハウスで移動しながら住んでるみたいな、まあ言ったらヒッピー、まあギャングに近いけどね。どうん、でまあボクシングやってて、うん、でプロモーターがジェイソン・ステイサム、うん、で試合に出すんだけど言うこと聞かずに負けなきゃいけない試合を一撃で終わらしちゃうっていう、うん、で全部ごっそり持ってる。そう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 、あれもうオープニングからねめちゃくちゃかっこいい、かっこいいですね、めちゃくちゃかっこいいのよ。ぜひね、見てほしい、ね、ぜひ見てほ、ね、しいね。うちのブラピはかっこいいですね。めちゃくちゃかっこいい、うん、まあ、ファイトクラブもかっこいいけどね。うん、かっこいいですね。 あとはなんだろうな、ネットフリックス最近なんか、ね、でちょっとずつ見出したでしょ。ちょっとずつ見ましたよ。チャップリンも見ました。チャップリン、チャップリン、ぜひ見てください。チャップリン、チャップリンのモダンタイムス。はい多分普通に見れる。あるね、あります、うんうんうん、あの年齢制限もなく、はい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 、あれはすごい映画ですよ。子供見ても笑える、今見ても笑えるし、あ子供たちも普通に笑いますし、じゃ言ったらあの前世紀のチャップリン、前世紀のチャップリン、声なくてってこと？声はないです。うん、でその動きだけの、ね、動きだけでやつでしょ？白黒でしょ？白黒です。モダンタイムスはやべえっすわ。あとなんかあるかな？アニメとかは？
アニメあんま見ないんだっけ。いや見ますよ、うん、まあ、ジャイアントロボを見たし、はい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 、あと何見たっけな、ユニコーンガンダム、いやガンダム、ガンダム、あガンダムはやっぱり外せませんね私の中の一部と言ってる、ね、ガンダム全シリーズ言ってんの、ファーストから全部言ってる、ファースト、あの実際時系列で言うとファースト、うん、ゼータガンダム、ダブルゼータ、うん、ユニコーンなんです。あ、なるほどね。はいはいはい。ちゃんと正当時系列がね。正当な時系列。はいはいはい、あと付属して第8小隊があったりとか、0083みたいなのがいろいろとあるんですけど、うん、ガンダムウィングとか。はい、あ、それはわかるよ。わかります。あの辺に、まあ、派生していくんですけど、それの正当なガンダム。ユニコーンガンダムは正当な、あの、あ、違う。普通の初期ガン、うん、ゼータ、ダブルゼータ、うん、逆襲のシャアに続いてのユニコーンガンダム。へぇー。これはちょっといい。面白い。面白い。ガンダムね、一回も見てないから。あら、だ、え、ウィングガンダムは見ました？いやいや、知ってるぐらい。見てない。ウィングガンダムから効果音が変わったんですよ。へぇー。あの、レーザービームとか、ダシュン、ダシュンとか、あとここのマシンガンとか。あのここについてるじゃないですか、あの この辺がドドドドって効果音が変わったんですよ、ガラッとガラッと一掃されたってこと、一掃されてもうかっこいいんですよ、またさ、へぇー、うーん、ドドドドドドみたいな、今までドドドドドがうーん、ドドドドドってタメがある、タメがうーん、ドドドドドってなる、これかっこいい、ただシリーズをずっと見てるやつはやっぱグッとくるの、グッときますね、あのオープニングがから効果音変わったよっていうのを見せてるのかな、なるほどね、ちゃんとうーんドドドドンが入ってるなるほどね、これはちょっとぜひ、G ガンとかも好きでしたね、あでもガン G ガンを知らんすか、分かる、でも俺ガンダムが全部ダメだから全部見てないわ、ロボ系ロボ系、僕対比してるんですけど、はいはい、エヴァは好きよ、エヴァ好きでしょ、エヴァ好き、エヴァとガンダムって、うん、はいはいはい、父と母なんですよもうはいはい、どういうこと、どういうこと、教えて、え、どっちが母、どっち、母はエヴァです、エヴァが母、エヴァは間違いなく母の、母、母のアニメなんです、母、はい、母にこう抱きかかえられて成長できない少年の葛藤を描くアニメなんですはいはいはい、はい、で、ガンダムは父なんです、父との葛藤の中から成長していく、父から譲り受けたものをあのなんとか未来に託していこうっていうアニメなんですよ、なるほどね、今度この二軸があるんですはいはい、だからその分かれるわけ、分かれるわけ、あ、意外と分かれるよね、好き嫌い分かれるよね、エヴァ派はエヴァ派でいるもんね、エヴァ派もうやっぱりこう、あ、はだってエヴァって母親の中に乗るわけでしょ、あ、そうよね、シンジ君だって自分の母ちゃんエヴァの中に入ってる、はい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 、だからいろんなそのエヴァンゲリオンに乗るあのパイロットたちの母親が全部はい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 、DNA 的なね、こうね入ってるわけですよ、はい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 、でも全員母親に包まれてるんですよ、なるほどなるほど、マザコンアニメなんですよでガンダムはあのファザコンなんですだからファガンダムは全員父がガンダムの、あの作ったあの制作した人たちなんですよ、あ、はい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 、で父との葛藤の中で、うん、父は何をこう我々に託してくれたのか、語らずとも伝わる何かみたいな、はい、でもアムロ・レイは親父にもぶたれたことない、そういうやつなんですけどでもブライト・ノアっていう父がいたからアムロは成長できたんです誰やねん見てくださいそれはやっぱファーストから、ファーストガンダムから見ないとだね、あーでも逆襲のシャアでいいかな、まさか分かんないよ、逆襲のシャアはどの時系列なの、もうアムロいるの、アムロはいます、でも最後にアムロとシャアが、うん、あーまあこれぜひちょっと逆襲のシャアは見てほしい、逆襲のシャアのシリーズもの、シリーズものじゃないです、映画であります、映画であります、うん、でそれはだからあのファーストを見てなくても全然入れるってこと、全然入ります、うん、まあ大体今その概要っていうとあの、うん、地球と対連邦軍とコロあの地球から出た人たちのコロニーの対決、戦い、はい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 、まあ、いわゆるスペースノイド VS、うんうん、地球にいる人間たち、重力にあの呪われた人間たちの戦い、どっちがどっち、シャアはどっち、シャアはスペースノイドなんですよ、ああの宇宙の方、ジオン軍ってもともとジオンっていうのはもともと
労働者として地球からもう掘り出された人たちなんですよ。でその結局もう地球っていうのはもうそもそも機能してないんですよ。あのエネルギー問題のことも含めて、はい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 、資源がなくなっちゃったの、資源がなくなっちゃったと。でそこでスペース、うん、コロニーにあるスペースノイドたちが作り上げたエネルギーを全部搾取して、あの回ってるに過ぎないと。でもそのスペースノイドたちには、うん、その自分たちのコロニーすら決定できない、はいはいはい、法も何も決定できない、自治権すら何もないから、うん、もうこうなったりゃ革命じゃっつってジオンが立ち上がった。で地球に攻め入るわけ。いるわけです。あなるほどね。連邦軍と戦う。でアムロレインは連邦軍。連邦軍でもアムロレインもスペースノイドなんです。どういうこと。そうなの。だもうだってコロニーにいたんですから。あそっかそっか。すごい複雑なんです。複雑なんです。そこはどっちにつくかみたいな。どっちつくかっていうか、どっちも分かる、気持ちが分かる。ああ、なるほどね。どっちも正義ではある、ある。でも分かりやすく、こう、対比関係になってるけど、そう、どっちも気持ちが分かるわけじゃないですか。はい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 、はい。もともとは地球から出た人たちであるし、だから地球も大切だけど、はい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 、スペースノイドの気持ちも分かるわけじゃないですか。まあ、放り出され、放り出されて。放り出されて、それにさらに搾取されてる。うん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 。この関係の中で、うん、アムロやシャアは葛藤するわけですよ。はあ。で逆襲のシャアはシャア目線ってこと？いや、あまあシャア目線ではないですね。一応まあもともとシャアはジオンのあのジオン軍の、うん、ジオンっていう国家のそのエリートパイロット。ああはいはいはい、はい、でまあジオンが敗れて。うん一年戦争で敗れて、はいはいはい、でシャア・アズナブルがクワトロ・バジーナとなって連邦に入る。それがゼータ・ガンダム。なぜか知らないけど。あそうなの。なぜか知らないけど。かつてシャア・アズナブルと呼ばれていたのあの 名シーンでしょ、はい、あ, あれがクワトロ・バジーナとなって客式に乗るんですよ。え クワトロの時は連邦軍、連邦、まあ、ティターンズとかユーゴとかっていろいろとあの軍がバラバラなんですけど、それはもうゼータは飛ばしてください。ゼータは飛ばして、100式は飛ばせばいい。飛ばしてください、うん、もうその初期ガンか、うん、逆襲のシャア、うん、まあ、どっちでもいいです。あれはあの坊やだからさはいつ聞けるの。それはあの最初の初期ガンの方ですね。初期ガンの方、あのジオンの3番目 の,、うん、あの男が、うん、あの地球を攻めてって、はいはいはい、でシャアに裏切られるんですよ。でこんなはずないのにって言った時にあのシャアが、うん、こあのバーとかなんかで、ね、子供だからさって言うっていう、それが名シーン。名シーンね。それだけは聞きたい。それなんかそれだけ YouTube で何回か見たもん。まあそうなんですか。けかっこいい。シャアかっこいいですよ。シャアかっこいいよね。なんでシャアって知ってます。なんかそれ多分これのチャンネルで言ったの。あ言っちゃダメですね。シャアシャアシャーってどれぐらいのスピードか知ってます。それは分かんない。シャアの機体ってそれは分かんない。3倍らしいですよ。3倍 ?3 倍らしいです。何の。普通のジオングの、ジオン軍のモビルスーツ、モビルスーツの3倍速い。どういうことか分からないけど3倍速い。それはまだその謎は解明してないよ。いません、まあ、とにかく3倍らしいです。だってシャア専用ってことでしょ。シャア専用、そうです。ああ、シャア専用に作られたから速いってことでしょ。速いのか赤い彗星でしょ。赤い彗星、まあ、なのか分かんないけど3倍速いらしい。ちょっと言ってるだけの可能性もある。可能性もある。まあとにかく速いです。最近で言うと、ほら、新しいので言うと、呪術廻戦とか、ありますね。あとは、まあ、鬼滅の刃。鬼滅の刃とかありますね。そっちは言ってないの？その定番というか、なんか、呪術廻戦がストレート、ドストレート漫画、アニメ。アニメ漫画は、ほとんど言ってないですね。ほんと？めちゃくちゃ面白いよ。俺、アニメ、俺どっちもアニメしか見てないけどね。めちゃくちゃ面白いよ。俺、だから映画も見に行ったし。呪術廻戦、呪術廻戦めっちゃいい。
めちゃくちゃいい。一途って曲ですよね。一途と、あとは、坂夢。キングヌーの。どっちもめちゃくちゃいい。あ、そうなんですか。めっちゃいい。天才だと思ったよ。うん、使いどころもいいし、曲のセンスもめちゃくちゃいいし。鳥肌立ったね。呪術廻戦見てないな。鬼滅の刃、まあ、鬼滅の刃は一応、あの、無限列車編までは。あ、で、遊郭編は見てない。見てない。遊郭、まあ、ネットフリックスで見れるけど、うん、遊郭編の作がやばいよ。いくら突っ込んでんだって思うよ。いくらかかってんのそれって。もう無限列車編の売り上げ全部突っ込んだんじゃないってぐらい。あ、そうなんですか、まあ、やばい、めっちゃくちゃやばいよ。確かあの鬼滅の刃のそのアニメーションのプロダクトの会社って脱税しましたもんね、うん、え、そうなの。だからそれのためにいや、そうだわ。そうでしょ。多分そうだろうなと思って。いや、すげえ、でも すごいよ。めちゃくちゃすごいよ。で、漫画は全部見てんの？鬼滅は。鬼滅は一応、誰だっけ？あの人。風影じゃなくて、いや、ナルト。ナルト。あ、そうだ。急にナルト。あ、そうです。あんまり覚えてないな、じゃあ。あ、なるほどね。その、柱でしょ？柱？柱。柱。柱。うん。もう、なんか、誰？こんなの、なんかこんな武器使ってる。え、もう分かんない、まあ、とにかく読んでないっすよ。なるほどね。いや、そんな詳しくもないんだ。全く詳しくないっす。呪術廻戦もチラッと読みましたよ。16巻まで。よく止めれたなお前。気にならないっす、ね、あ、なるほどね。でもほら、まあ、タカは山中温泉をこう、はい、お湯柱としてね。はいはいはい。守ってるわけじゃない。湯柱として、ね。湯柱として。湯柱何人かいますよ。何人かいるの？何人かいますよ。僕だけじゃないと思う。湯柱。湯柱。じゃあみんなお湯の呼吸。お湯の呼吸使いますよ。お湯の呼吸かけ湯とか。一度かけ湯。あれ、課金するときちゃんとこうやって座ってやる。肩膝ついて、肩膝ついて、それがまず第一の肩です。おーっそしゃーっさっきつってで、後ろの親父にかかって、ほらーっあんちゃん、かかっとるよそれが2の肩、2の肩、あんちゃん、かかっとるよお湯柱怖え、怖えし、お湯柱ちゃうこれ。しかも結構いますからね、複数に多いから、複数で固まっているからね。固まっとるんです。めんどくさいですよ、お湯柱って。お湯柱、確かにお湯柱めんどくさいね。しかもお湯柱じゃないのに自分のことお湯柱だと思ってるからね。立ちの悪いやつ。立ち悪いよ。立ち悪いね。あと何かな。最近見た、あ、でも、ま、アメリカのアニメとかあんま見ない。見ないっすね。全く見ない。全く見ない。俺、一つすげえおすすめのアニメあるんだけど、ええ、アーケインっていう、うん、3D のアニメなんだけど、ええ、で、原作が、アメリカのゲーム、うん、なんだけど、それは2009年にから発売されて、もう今までもずっと超人気で、うん、ユーザーがいてプレイされてる、うん、でなんかビトンダグッチともコラボするぐらい超有名で超人気のゲームのアニメがあるんだけど、うん、それがすげえ面白くて、まあ、世界線的にはなんかスチームパンク的な世界線で、でな、まあ、魔法があったりで、こう、まあ、この宇宙系ね、うん、そっちもあったり、魔法を使えて宇宙もあるんですか、うん、魔法で言ったらゲートを開けて、うん、いろんな何世界線とこう交流してるみたいな、キングダムハーツ的な、キング、まあ、でもそれにイメージは近い。近いですよね。イメージは近い。で、そのゲームのキャラと、オリジンストーリー的なことがこう展開されるんだけど、だから日本のアニメーションとは違って、
あのイケメンも出てこないし、うん、萌えキャラも出てこないし、なるほど、なんかその辺の泥臭さ土臭さが俺は結構好きで、アキラ系ですね、どっちかというとそんな感じかも。アキラとか、言ったら広角機動隊、広角とかもうそのどっち、そのどっちにも振らずに、そう、あの好きなもん作ったよってやつ、そう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 、でめちゃくちゃ金かけて制作に6年かかったらしい。たったかかってるバカなんですか。であとでハーキングちょっと、まあ、あの予告だけでもいいんだけど、ちょっと見てみて、めちゃくちゃ面白い、俺今ずっとハマってる、そのアニメ、アニメ、うん、アメリカのアニメだ、アメリカのあのネットフリックスとかのランキングではもうぶっちぎりの1位。へえ。日本ではその原作がまず流行ってないし、そんなにニュースにもなってないんだけど、うん、多分半年前ぐらいにこうアニメが公開されて、うん、もうあっちのニュースはもうそればっかっ、あ、そうなんですぐらいあの人気だし、でもまあめちゃくちゃ面白い、うん、で日本の声優もねめちゃくちゃ豪華だった。へえ、うん、確かちょっとあの詳しく覚えてないけど、うん、もうめちゃくちゃ面白い、ぜひぜひ、わかりました、ちょっと後で見てみよう、わかりました、予告だけでもない、うんうん、そんな感じですかね。アニメのにアメリカのアニメっつったら、あの亀の忍者のやつしか覚えてない。忍者タートルズ、忍者タートルズ、忍者タ、そうね、忍者タートルズももともと原作はコミックだね。ええー、うん、原作コミックあって、あれもあっちでめちゃくちゃ人気だから、アニメもあるし、うん、ゲームにもなってるし、 あとはまあ実写映画、もう何作かあるね、うん、あと何かな、でもあっちのアニメで一番好きなのはトムとジェリーだけどね。なるほど、うん、確かにあれ面白いですね。トムとジェリー面白いでしょ。あれは面白い。あれだってトムとジェリーがなかったらルパン三世は生まれてなかった。そうなんですか。ゼニガタとルパンの関係ってトムとジェリーからインスピレーション受けて、なるほどね、うん、作られてるからね。モンキーパンチ先生はトムとジェリーを見て、あれ、なるほど、そうよ、であれがなかったら、俺らはルパン三世を知らなかった、知らない、っていう、カリオストロもない、ないないないよ、なかったっていう、パンダコパンダもないと、パンダコパンダはある楽勝で、楽勝で、なるほど、うん、さあ今回こんな感じで、はい、します。ちょっとゆるゆると、はい、だらだら話しすぎてしまったんで、今回こんな感じで終わりたいと思います、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、